グバルデオル中入るんだ。あ、だからそうだよね。グバルデオルですら中入るタイミング早すぎたり、アカンジが外取れなかったりとかあるんだけど、ここ冨安は完璧にやるんだよね。この2試合両方見てるから、冨安の凄さわかる。このボール繋いでるときに、これ、ここの選手がこう外にいるときは中入ってもここ繋がるじゃん、こういう風に。で、高い位置でウィング受けるんだけど、内側いるときにこのサイドバックも中入っちゃうと、ここ繋がんないじゃん。遠すぎて。で、繋げようとしてこうしても、ボールの移動中にこう寄せるから、ここつけれなくて、結果こっからこっちでしかサッカーできない。これを、この立ち位置を、マガランが開くかどうなのかっていう立ち位置で、こうすんのかこうすんのかを完璧にやれる、ここの冨安最強なんですよ。アジア人って平均 IQ 高いらしいですから、このポジション得意かもですね。こんな選手俺会ったことないから、数年間アジア人指導してるけど、私 J リーグでも見たことないから、冨安だけですね、これ。本当に。マジでいないのよ。冨安がすごいだよ。これ日本人とかいう風に言ったら逆に冨安に失礼な。いや俺がすごいだけだからって冨安は言わないけど、うん、トミショナルプレイ。だから理論的には言えんのよ。このサイドバックはもうペナ幅上下しろってだけで。でもこれって4バックのサッカーだとこれいいんだけど、3バックを可変で入れるサッカーだと、このこれが開いてこれがこうなるから、ここまでやるとサイドバックの立ち位置ってこうなる。でなおかつアーセナルのサッカーってライス降りてきたりするから、こっちにもなる。異常なの。だからティアニできないし、キビオルできないし、ジンチェンコもできてるよ、出てきてないっていう。でもあんまここまで具体で語られないから、なんか冨安攻撃的じゃないとかいう、ふわっとし、なんていうのか、そう、ふわっと理論で言う人が出てくるんですよ。実際は冨安むちゃくちゃ攻撃的というか、攻撃を機能させるサイドバックなんですよ。冨安最強の潤滑油。ジンチェンコの優勢はポゼッションの安定感ですね。冨安だったら、っていうかもう、足元が固く見えんだよね、冨安の場合、前期生だから。基本、ジンチェンコより悪いところっていうのは基本ないんだけど、冨安の場合。いつも言うけど、前から。で、実際に結果で出るじゃん、ずっと言ってるけど。なんだけど、やっぱりね、なんか、シルキータッチ感。そこなんだよね。あとは、まあ、バイタルエリア入ってて、でも、ジンチェンコもそんなにその機会ないからな。で、冨安控え、スタメンでジンチェンコ控えの序列だったらめっちゃいい選手だと思うけどね。逆だとちょっと、いや、ジンチェンコかってなるから。それもね、冨安が、怪我しすぎるからな。ロンドうまいとか練習でうまい重要ですからね。練習見て監督が試合の使うメンバー決めるからね。だってあれじゃん、ウォーカーがうまい選手誰っていうのだけだの、ベルナード・シューバーと、シティ時代にベルナード・シューバー、ジンチェンコ、マフレズだもんね。左利きが好きなのかなみたいな言われたけど。で、ジンチェンコは左サイドバックと左インサイドハーフの控えでいてくれたらありがたいって感じの選手だよね。メンタルもいいし。いや、ロンド影響するよ、本当に。試合で起きる現象ってこうでこうでこうだから、ロンドンのここ関係ないな、みたいな考え方の監督って多分少ないと思うもんね。だからもうアルテタとかペッパー違うと思いたいけど、それでもかなり感情的な要素あるからね、今までのエピソードで言っても、ね、怒っちゃってみたいなペップのやつとか、ごめんなさい、みたいな。って言うともうね、チャビのあの感じが普通だから、だからみんなが出会ってきたこのものもそうでしょ。なんか謎に怒ってきたな、みたいなとか。もうなんか機嫌悪いな、もうそういう人のもとでやるのが普通だ、みたいな。あれって結構日本だから起きてる現象じゃないっていう。リアルの選手もいつかすごいっていう人多いですしね。そうそうそう。だし、下手よりは上手い方がいいからね。ただ、それだけなんか、やけに取り沙汰されてると、まあそうか、みたいなね。ここで言ったら、ロンドン下手でいいって話じゃない。ただ、ロンドンだけを重視しすぎると、ね、守備の約束だったり、局面ごとの判断だったりっていうのは足りない選手が重宝されて、結果それが、ね、試合の勝率を下げる勝ち基準になっちゃうみたいなことありますね。そう、ジンチェンコね、インサイドハーフ使う人も強度がっていうのはあるんだけど、それって、だったらファビオ・ビエラとかも使えなくて、だからそれは全然やるんだ。だから、まあ、だから控えにまで高強度、高技術なんて求められないから、みたいな話。全部そうするとさ、バジェットも予算がもう足りなくなるから。失う前提で戦術組む監督って少ないですよ。だから、あれだからね、選手だって失いたくて失ってるわけじゃないからね。ってなると、失って怒る監督より、失った時にちゃんと保険を用意してくれてる人の方が信頼できるなって僕は思うんですよね。だからって失っていいよっていう話じゃないから。今の4バックが維持できる状況だったら、ジンチェンコはディフェンスライン入れない方がいいですね。その時のベストなディフェンス何人かっていう話だからね。アーセナルどこ補強したらいいかは、センターバックか、僕だったら左サイドバック冨安が放出しますからね。ディフェンスラインもう一枚あれかな、取りたいか。まあ僕だったらジンチェンコとキビオルとティアニーだったらティアニー残してますから。あとはセンターフォワードかな。上から決めれる選手を取りたいけどね。押し込む状態で最後何すればいいか分かんないって時が多すぎるから。そうだ、ハトがね、で本当にティンバー左利きバージョンみたいな感じだから、最初のシーズングズグズでも、それこそなんで今日強度低いのとか、うわ、今日コンディション整ってないなみたいな日もどんぐらい許せるかですね。即戦力だと思わないで、来季再来季ぐらいにスタメンにね、あつられるぐらいになる感じだったらいいと思います。
それこそ北手のサリバーの時の感じっていうか。で何が嬉しいって今日富安ゴール決めたしセンターバックもバッチリこなしたじゃん。来季のこれで序列上がるのが嬉しい。で特にさサリバとかさあのユーロで抜けるじゃん。そうだからねより一層サリバ休ませる意味でも。あとは麦わん君、富安ベンチ要員なのに常に怪我でいないプラスクラブへのコミットメントも低い、だから売るべきという意見が多いですが、レオさんの考え聞きたいです。個人的には稼働率が悪すぎて欲しがるクラブがないから売るに売れないと思います。欲しがるクラブないっていうのはないと思いますね。実際にいろんな移籍の噂が結構具体的に出てきてそれをアーセナルが断ってるみたいなのもありますし、出た時のクオリティ高くてディフェンスライン全部とボランチまでできるみたいな、そんな選手いないんですよね。でその選手が控えの時も腐らずチームの手本になる行動してくれるんで、そういう選手大事にするとマネジメントしやすいんですよ。なんで結構富安売る方がいいとか富安稼働率低いってとこだけで見てる人っていうのは、まあ、本当にあのマネジメント経験が足りなすぎたり、その選手本当ゲーム的な扱い、出る試合少ないじゃん、あんま出ないじゃんみたいな、なんかそういうそこだけで見ちゃってる人だと思いますね。コミットメント高いの重要なのよ。あのね、ちゃんと戦える選手大事にしてると、そうじゃない選手がチームの基準示されるから、そういう選手をねお手本にするようになるっていうかね。だから戦えない選手大事にしてるとさ、あのチームとかあのチームみたいになっちゃうからね。シミテクト君スパチャありがとう。富安は怪我してるのに代表優先してクラブ出てないからコミットメントが、いや愛が足りないって言ってる人はいました。いやもうあの会社とか入れ。社会生活を送れ。日本代表で呼ばれてそこのトップがちょっと怪我きついかもしれないけど出てって言ってね、日の丸背負ってね、それで代表出ないで帰ってクラブで出てたらさ、めちゃくちゃディスられるじゃん。なんでそんな手前のことすら分かんないんだろうな。そういうのがあるからリーさんは言ってるわけじゃん。そのクラブのさ一番大事な時期にあのチーム抜けてくる選手たちはどうしてもそこって頑張ってやろうと思ってもあの体重乗り切らないみたいなことはあるっていう話をさ、それはね、多分普通に子供とかが打ってると思いますよ。子供か子供大人が。あーくんスパチャありがとう。日本代表で富安が選手兼監督はありですか。なんかもうね、昨日思ったのがもう本当に富安ってすごいじゃん。で配慮もできるじゃん。森保さんは配慮までじゃん。で田島さんはもう田島さんしかできないじゃん。ってなるともう逆に富安信じすぎ全振りで、富安なんで伊藤のポジショニング直さねえんだよとか、いや富安なんで久保下げんだよみたいな、久保残して右にしろって言えよ富安みたいな、いや富安伊藤純也のこと守ってやれよみたいな。このぐらい言ったろうかなって思います。なんで富安日本のサッカーのグラウンド増やさねえんだよつって、富安のせいで東京都リーグ映像使えねえんだよっていう、そのぐらい富安いつもすごいなって思ってるんで、そうだからもっと今回アジアカップの敗退は、うん、富安が、伊藤洋輝のポジションを直せなかったし、富安が久保右ウィングさせられなかったし、うん、富安が伊藤純也を守れなかったし、富安が田島さんに伊藤純也を守らせられなかった、うん、富安がもうちょっと早く生まれてくれば田島さんが会長になってないから、だから本当ね、うん、だから富安にはもっと頑張ってほしいですよね。うん、わかりました富安、頑張ってください。本当に富安がもっとシュアボ東京にスポンサードしてくれたらね、シュアボ東京もっと強くなれますし、そうだ全部富安のせいだな。うん、あんなにできるんだから。だって競り勝ってパス上手くて、競り勝ってパス上手くて技術的にも高くて、アーセナルでもいる時に勝率高くて、うん、最後まで周りこぶしながらちょっとずるいプレーもね、スマートなプレーもしてみたいな、でなんかちょっと炎上しそうな質問来たらかわしてってやってるわけだから、あとは田島さんを会長の座から引きずり落として、もっといい会長を連れてきてスポンサーを集めて日本のグラウンドを増やして指導者ライセンスを変えるっていう、これが富安がやんなきゃいけないことです。なんで富安頑張ってください。今のままじゃダメだぞ富安。頑張れ。全然足りないからな富安。他の選手はみんな頑張った。みんな一生懸命やった。富安だけ良くない。もっとできる。あとは、歴代センターバックでスタメン選ぶとしたら、僕は中澤富安トゥーヨーの3バックみたいですけどね。で、2センターバックだったら富安プラス、その時にコンディションいい人っていう。でもまあ富安中澤かな、うん。相性的に。トゥーリオだと他の3バックがかなり気使わないといけなくなりそうだね。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか。
多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。